안녕하세요미소입니다今日は今日は何をするかって言ったらまず新年明けましておめでとうございます来ました2021年。そしてね今日1月1日元日ということで元日元旦かてかすごい今日メガネ反射してるね。そうです、今日1月1日は私ミソの誕生日です。今年で私は22歳になりました。これでね22歳、誕生日、そして新年、もうおめでたいことしかない。もうすごいメガネ光ってる。もうこれも何もかもがおめでたいということで、今日は食べたいものをスーパーで買ってきておしゃれに盛り付けたので、これを爆食していきたいと思います。いや、もう早速食べていくよ。まず、メンバーのご紹介からさせていただきたいと思います。こちらは、すべて、ハローズでご購入いたしまして、やけどなんかめっちゃね、東京のめっちゃ高級のレストランで、サプライズで彼氏が彼女に出すようなケーキみたいになってます。これ私全部自分でやりました。で、こちらは、年末年始やけん、ごちそうがいっぱい売り寄って、中トロセットみたいな。で、私の大好きな生春巻き。で、これはなんか、さっきつきたてって言ってじいちゃんが持ってきてくれた餅なんやけど、もう3時間ぐらい経っとってカチカチの餅です。デザートの、ちょっとクオリティ、もう一回見せる。これデザートのクオリティやばくない？これいちごロールみたいな、オレオ、ブドウ、いちご、レクレア、チーズケーキじゃない、チョコレート、いちごいちごみたいな。もうこの豪華メンバーたち素晴らしいです、これ本当で。頭にはカカオフレンズちゃんもちょっと今日はお祝いしてるということでライアンが乗ってます。では早速いただきます。いやいや、こんな豪華なものを、てか22歳をどうする。誕生日やけんちょっとろうそく失礼します。トッキビくるかな、これ拭いたら。ちょっと寒いけん指力入らないけど頑張れ。使わないけど。OK。せーの、さん。はい。Happy birthday to you. あ、違う。Happy birthday to me.Happy birthday, dear みそちゃん。Happy birthday to you. おめでとう。みんなありがとう。みんなありがとう。じゃあこれ、ちょっと失礼しますね。トッキビくるかな。失礼します。部屋が、すごい焦げ臭い。生春巻き大好き。では準備が完成したので、いただきます。きゃー、ちょっと、まず生春巻き。てかね、誕生日になった瞬間、みんな DM とかでめっちゃお祝いしてくれてね。なんて優しいんだ。いただきます。一人でいただいていいんだか。失礼します。溶けるんだが、ちょっとしゃべっとこう、これいろいろやばい、めっちゃ美味しい。誕生日っていいね。でもお正月生まれやけんあるあるかもしれんけど、お年玉と誕生日プレゼントをめっちゃ一緒にされる。まあでも今年はこんだけ自分で盛大にお祝いできてきて嬉しい。うん、早くよ。サーモン入ってる。うん、辛っ。ちょっとわさび入ってる。辛っ辛っ。いくら失礼します。うん、やばい、寿司って口の中で溶けるんじゃね、ほんと全部溶ける。てかケーキ食べていい？ケーキがもう楽しみすぎて。どの部分から攻めていこう。チョコの部分から失礼します。おいしい。オレオ乗っけたんやって、オレオ。これは飲み物じゃ。ぶどう。全然スーパーで買ってきたデザートとかに見えくない？
みんな年越しどんな感じで過ごした？なんか中にサーモン入ってると去年初めて年越しそばっていうのをやって今までやったことなかったんよ。で友達が年越す時は絶対そばいるだろうって言って年越しそば食べたんやけど、今年も年越しそば食べた。もちろん年越しラーメンもやったよ。昨日動画見てくれましたか？うん、でも春巻き美味しい。22歳の目標何にしようかな。てかそういえば21歳の目標何しとったっけ。私自分のことやけどめっちゃしょうもない目標とか彼氏作るとか多分そんな感じやったけど全力で突破できませんでした。なんかお寿司の卵ってさ、お寿司せっかく食べるんやけんさ、刺身のネタのやつ頼もうって思うけどさ、お寿司の卵さ、ダメって分かったのに食べてしまうよね。美味しい。なんか甘くて美味しい。やばい。ガチガチや。ガチガチすぎてあんまり美味しくない。これはレンジで温めないか。ケーキを何個も食べれるっていう幸せ。でもケーキってさ、むつこくてさ、思ったよりそんなに食べれんよね。これちなみにティラミスケーキだったかな。ティラミスの味するやつ。てかケーキにガリ合うかも。なんかケーキでだんだんむつこくなってきたけんガリ挟んだんやけど合うわ。やけんケーキ飽きるっていう人ガリ挟んでみて。食べた。でこれは今からちょっとねネットフリックスでなんかヒーローキッズみたいな最近ちょっとおもろそうやなと思って見つけたけどそれ見ながらゆっくり22歳初日を迎えたいと思います。みんな本当に DM とかでお祝いしてくれてありがとうございました。なんかもう本当に皆さんあっての私だと思います。皆さんがいなければ私はいません。決してパパとママがおったとしてもあなたがいなければ今の私はいないと思うのでこれからも皆さんの応援に応えれるように頑張るので22歳も応援していただけたらなって思います。見てこれ可愛くない。友達とお揃いにした。寒くなった時にこれつけるわっていうかこれ可愛いだろっていう自慢なんやけど、いやもう本当に今日は一日ありがとうございました。一日ありがとうございましたっておかしいんやけど幸せに過ごしたいです。今日は以上みそでした。バイバイ。今年もよろしくお願いします。みんな メリクリじゃない明けおめことよろガリガリイエイ。